眠っていればいいものを。やべえ、なんで、こんな、ちょっと、これがなんで、なんでこんなのがいるのかをちょっと考えてる。やっ、真の兵器か。エアリスは死ぬ。俺がなんかちょっと半分ヒーラーみたいになってる。エアリスは毒になってるよ。スモックファクト。シンナにハックされた自立型ロボット兵器、自己修復プログラムを実行し、周囲の機材をつなぎ合わせ修復した。再生した。すげえじゃん。自己修復プログラムとかすごくない？まだだ。硬い形来た。ここで俺が追い打ちだ。やっ、繋いでいくぞ。まずは回復かな。いや、これはちょ回復じゃねえ。バーストで間に合う。アスキルって何だよ。 MP を吸収します。バーストで吸収。あ、 MP 吸収まであるのか。サンダー、あれ終わってる。どうってことない。なんだ、ボス的なもんだぞ。うわ、中ボス的なもんだと思ってたけど、マジどうってことなかったな。エアリス強そうだわ。ちょっとエアリス使おう。これ絶対なんかあるぞ。これはやばい。こんなギミックまでローして行った先に、これをやった先にだよ。見てくれ。あれ登れんだろこれ。あれ何よこれ。ちょっと、いや、あ、わかった。あー、そういうことですか。やりますね。いやー、素晴らしい。こっから登って、こっちに行くことにより、今押したやつが、見てくれ。今押したやつが、ほら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 。え、こっち正規ルート。やべ、正規ルートなのか、これ。正規ルートか、これ。非正規ルートだと思ってた。あー、正規ルート特製や、くそー。でもこれ戻れる。あ、これでここが開くと。エアリスでは来れないからな。俺が行ってこう扉開けることができると。ありがとう。手際いいね。まだなんか取り逃したものがあるだろ。ここなんもね。無事抜けたね。礼はいい。報酬がもらえればな。支払い中ですけど。ん？ん？デートしてんだよ。ああ。え、クラウドはさ、クラウドは報酬デートって約束だったじゃん。ちゃんとデートをもらうつもりだったんだ、クラウドは。ちゃんとデートをもらうつもりだったんだけど、あ、これなんだ。鉄骨マジで、これもうなんかファイナルファンタジーのスタッフとかってさ、光をリアルに近づけるためにさ、なんか何日も光を見たりそういうことをしてますみたいなのめっちゃ書いてるくせにさ、集まれ動物の森のリアリティに曲げてるぞこれ。何これは。何この鉄骨は。ここまで来たらもう安心。タークスを忘れるな。ああ、どこから来るかわからない。気は抜くな。そっち駅だよ。じゃあこっちだ。何か気になるかな。カナが可愛かったからもう一回。何か気になるかな。やっぱりスラムは慣れないな。ああ、エアリス。お、エアリスすごい知れ渡ってるな。ていうかやばいだろう。学
いい人連れてるね。あ、話始まった。始まってないね。やばくないか、何この絶世の美女と思われてんだろうな、この世界では。エアリスとかきめ細かさが違う、やる気が違いすぎる。この先が五番街スラム、ドキドキ。五番街来ちゃった。なんだろう。おい、一番。私はかけっこで一番。はいはい、ご褒美のお菓子一個選んでいいよ。結婚してくれ。アポロン、手先だぞ。テレビで言ってたぞ。クラウド、こっちこっち。いやー、もうちょっと進むと戻れなくなって村人の話を聞けなくなる。シンガカンパニー関係者によりますと、犯人グループは爆破の影響を受けていない区域に。あれか、私は今五番マ航路の内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。許せねえ。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。テロリストめ。あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。どうも。ああこんな人いたな。5番マコーロにて発生しました爆発で、現時点で判明していることを教えいただけないですか。このままの記憶ある。現在5番マコーロは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。何つうじゃる。こちらは一番マコール内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もリンドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。そのご心配なく、こんなことで死んだは揺らぎませんので。ちょっとイメージが悪くなるぞ死んだ。問題でしょこんなの。あれ暴力を振るったぞカメラマンに。あいつこれ問題でしょ。これはどう思いますか今のスカーレットさん。アバランチなんて怖くないね。俺たちも覚悟を決めよう。ね、こっちだよ。邪魔だよこのクソグミンどもが。お前俺アバランチだぞ。おい邪魔だ、マジ出れなくなった。え、嘘でしょ。あ、こっちかよかったちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。ごめんね、今だけでいいの？その通り。忙しいのいいことじゃんな。たまに手伝ってるんだ。そうなのよ。他の町じゃ再現できないのよ。エアリス。ああ自粛しろお前ら。そんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰。この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。麦、じゃあまたね。ね、俺こういうさガキの声さ似た者同士かも。このガキの声30年前からさ同じ声を聞いてる気がするんだけど、誰が喋ってんだろう。子供が喋ってんのかな。子供の声って誰の声も同じように聞こえるのかな。おお、早く降りてきなさい。ね、こっちだよ。あ、エアリス。みんなここで何してるの。
マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？身寄りがなくてもエアリスママだったら全然オッケーだろう。よう、エアリス、今日も人気者だな。うわ、楽しそう。元気分けてもらってる。楽しそうじゃない、屋根に座ったり。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも行って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。俺の目の前で、目の前にボディーガードのよく危ないやつじゃないだろうなとか言えたな。お前、薬草届けてるの。目の前じゃ言わないだろ普通。ここがリーフハウス。大きくなれ。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。これお母さん？園長先生が。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。え、この犬。モーグリ。なんか意味深な。え、こっちだよ。君も怪我をしたらうちに来な。薬を調合してあげるよ。ありがとうございます。ポーションで足りてるんで。あそこに高野がめる。エリス止めるな。俺を止めるな。こっちだよ。まだ半分しかプレートがなくてな。カラーの箱があったんだよ。クラウドはお花好き？考えたことがない。ふん、花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ本当かな。うん、まいいけど。ふざけんなよクラウド。こいつマジで俺に似てるな。お前、女の気のありそうな女の前で女の話しない。こっちも一応ちょっとキープしとこうかな。この道を抜けたら私の家。明らかにそうじゃん。着いたらお母さん。あげた人女の人なのに。覚えてないの？覚えてないわけねえだろお前。あれが私の家。すごいな。本当だ、すげえ。はあ、お前か。こんなに普通に家に住んでやがる。みんなスラムでボロボロなのに。どうぞ。うわあ、おしゃれだ。テレビがある。おかえり。もう20〜30人が集まって一台テレビを見てるのに。だけど一体。私のお母さん、エルミナ。こちらクラウド、ボディーガードなの。世話になったね。仕事だ。いいな、ボディーガードだ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ送ってく。俺もボディーガードが欲しい。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする。面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。
そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。クラウド全部ガン無視されてるんだけど。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う？報酬すっごく高いのに。お母さん聞く？待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。これクラウドに感情移入してる人がいたらさ、エアリス嫌いな人いそうで怖い。エアリスうぜえ。あんた、いや、なんでもない。何、あんた、いや、どうした、エアリスと何、何、エアリスはそういう関係だと思ってるんですか。ったくもう、俺にはティファがいるんだけどな。ジェシーだっけ、ジュディだっけ、ジェニーだっけ、あれ俺一番可愛い、もう FF7 リメイクのジェシーだ、ジェシー。 FF7 リメイクのヒロインはジェシーだと思ってたんだけど、やっぱりファイナルファンタジー7のヒロインはさ、とりあえずエアリスだよな。エアリスだと言ってほしい。やっぱりジェシーだよ。いやー、ジェシーが一番可愛い、忘れられない、ジェシーだわ。いや、バレットかもしれない。いや、バレットだよな。バレット可愛いし。眩しい。うわ、なんだここ。目が痛い。俺、帰る。あ、こっちにしたら大丈夫だった。どこ行ったの？花か。俺も花が好きかどうかなんて考えたことねえから、クラウドと一緒じゃん。なんかとりあえず 何の色が好きだとかよく聞かれるけど、別に色が好きとか考えたことないんだよ。 でもとりあえずピンクが好きっていう。でもピンク好きだわ。俺ピンク好きだわ普通に。なんか、うん、眩しい。なんなんだここ、おい、明るすぎる。なんでこれ壊れた。明るさが治らないかと思って今。俺、魚がいる。ちょ、手はどこ行ったの。上に行かなかったっけ今。入れない。こっちか。入れない。で、入れない。あ、こっちか。あれ？見て、マップを見てくれ。右上の。こう入れそうじゃない？この奥になんかさ、青い点があるんだ。あれってティファでしょ。どうしよう。いや、お前何しろって言われたら聞いてなかった。あ、よかった。はい、これ。え？はーい。うん。何これ。じゃあ出発。何、お花でも摘むの。こっち、自慢のお花たち。ブラックバスかな。やだ、虫がいそう。椿だ。ちょっとこれさ、ちゃんとした花でしょ。これ何、聞く。これはヒアシンスだ。あつ森で見たやつばかり。これなんかさ、裏にさ、めっちゃ赤虫がたがるやつだよ。なんだっけ。うわ、うん、そういう名前、独特な名前してるんだよな、この草。名前の、この草の名前でした。うわ、めっちゃ虫いる、やべえ。俺さ、こんなとこ入れない、無理だ。いや、もうぐ、いや、こっちへ来なくていいんだな。そうだ、おじぎそうだ。猫じゃらし。猫じゃらしってなんて、猫じゃらしって猫じゃらしの名前じゃないよね。どれがいいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずに、さ、選んで。え？嘘？もうここにある花がそうなの？なんかあんま来てんじゃねえな。これの音はなんかもっとさ、綺麗って思えるようなできたろう。
うわ、綺麗。私があげたやつだ。そうだったか。もしかして気に入った？いいね。いや、ちょっと選んじゃったか、エアさん好きなやつを。もうちょっと必要かな。次どれにする？じゃあいいです、いいです、いいです、くれて、エアリスくれたやつにする。やべ、ごめん、無言で積んでる。いや、ちょっと怒ってるかな。やべ、よかった。多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。ちょっとさ、リアの花が咲いてそうな気がする、奥に行くと。あれ、こっち行けないの？なんか花摘んでるとさ、バルキリープロファイルのベリナスのセリフを思い出すんだよね。私が奴隷を選ぶなんて、そんなことできません。花ならいいのかって言われる。いいね、花言葉、純真。こうなるのがこの花の運命だった。貴重だね。花の命をこう摘んでる。これでよし、リーフハウス行こっか。いい感じになったじゃん、ほら、かわいい。クラウド、俺はこっちは気になる。行かしてくれ、頼む。これちょっと、こことか超いいじゃん。は？めっちゃいいじゃん。わあ。急がなくていいから優しく運んでね。あれ、こっちで合ってた。俺には向かない仕事だ。帰り道忘れてる。そんなことないよ、人気出ると思うな。クラウド迷子になるって設定だったけど、実際俺が操作したら迷子になるな。こっち帰り道で止まなかったもん。どこ、ここ来たこと、絶対来たとこな、来たことない。ここお花どんな風に飾るのかな。さあな、後で見に行こっか。でもなんか俺がもしクラウドだったら怒ってそう。もう興味ねえよ、こんなめんどくせえなってなってそう。だってこんなみんなさ、食うに必死な状況なのにさ、こんな花摘んで飾られたなんて余裕こきすぎだろ。お花畑だろ、頭の中。俺テロしてんだぞ今。別にスラムだからってクーリー困ってるぐらいじゃねえか。貧乏なわけじゃないからこちらは。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ、街見てきたら。はあ、これようやくあそこのお宝を漁れるんだろう。じゃあ空は？もちろん見えたぜ。空を見たことないのか、子供が。空ってどうなってるの？ちょっと見えるじゃん。俺がミッドガルに来た頃はまだ半分しかプレートがなくてな。本当に？ああ、俺がこの手で作ったんだぞ。へえ、すごいじゃん、自慢してる。ここは町内会の建物だよ。町内会だ、俺も参加するぜ。プレートもマコーロもミッドガルに必要なものよ。ちょっと音がうるさくないっすか。聞こえねえんだよ話が。え、いいね、やっぱチョコボでしょ。全然声が聞こえねえ。スピードドリンクってなんだ。おっす、診察してほしいのか。かわいいワンコ。ワンコがいる。どけ、俺が見てえんだよワンコ。
なんていう体幹だこいつ。すごい体幹が強い。俺がよろけ力負けするだと、このソルジャーファーストの俺が、このガキに。お、何かあったのか。うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが、あ、やばいじゃん、外に出ちゃったんだ。タークスか。うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。うん、こっち。どう。姉さん加入した。これでバトルになるぞ。おいしい仕事だった。テレビにも映ったし、アナウンサーの後ろでアバランチの悪口言うだけだったんでしょ。悪口じゃない。これは正当な抗議活動だ。おい、ふざけんなよ。あ、お前、クラウドさん、お忙しいようですね。でもご協力はお願いします。クラウドさんには僕の研究に協力していただいています。面白そう。私も手伝う。照合データの検索を開始します。おや、おかしいですね。あなたのデータが存在しません。何それ。通信障害でしょうか。まあ、クラウドさんのお手伝いなら歓迎です。それにしてもチャドリー、お前は俺の嫌悪感の塊みたいな顔してる。先制攻撃のマテリア、 ATB ブーストのマテリア。え、何これ。 ATB ブーストが使える。L1 たす R1 で発動する特殊コマンド。え、何それ。発動し ATB が2倍に増える。え、ちょっと言ってるで分からんけど、顔。先制攻撃、バトル開始の ATB 量が増える。これは神マテリアでしょう。これ多分最強マテリアだよね。だっていきなり技が打てるんでしょ。あ、もう一個買うのは5000円が必要になってくるんだ。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、重大なお知らせです。なんだ。これまで不可能とされてきた召喚マテリアを合成する仮説を立てました。召喚マテリアは天然物だけという現在の定説を覆す大発見です。クラウドさん、召喚マテリアの検証を頼みます。携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦い打ち勝ってください。いきなり何を言ってんだ。どうやってデータと戦うんだという不審を検知。何言ってんだこいつ。クラウド言ってること分かって、俺も一個分かってないんだぞ。え、意味分からん。チャドリーシークレットに新たな機能 VR ミッションが開放されました。バトルテポートのデータ収集が進むと VR ミッション、ドゥエスミッション、召喚獣バトルが追加されることがあります。もうやだ、こういう意味不明なの。お声掛けください。いいのか、世界観とかはいいのか。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。いいの、こんなにリアリティを大事にしているのにさ、いきなりそんな VR ミッションとか出しちゃって。お前の見た目自体がちょっと浮いてんだよ、そもそも。芝エッチそう。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。何も言わずにやりやがる。シバだ、いきなりシバだ。シバ、綺麗になったな、シバ。